メタンの炎で実施した TFP の画像。フィラメント間隔は約1 0ト、mm、ル細フィラメント高温測定法は光学的手法を用いた温度測定法である。高温のガス流体の中に細いフィラメントを置いて測定する。フィラメントは15マイクロメートル系の単化系素繊維が用いられる。測定可能温度範囲は およそ 800-2500K である。VV リンポと LP ゴスによって初めて用いられた。近年の TFP を用いた論文としては、JD モー多ン他の執筆がある。典型的な TFP 装置は、炎やその他の高温ガス流、そしてフィラメントとカメラからなる。国体放射によって放出される光のスペクトルが温度によって変化することを利用し、 その物体の温度を非接触で観察、測定するパイロメーターを用いた手法である。TFP にはいくつかの利点があり、同時にいくつかの線に沿って信頼性のある温度情報が得られる。他の多くの高温測定法では、期対称の温度について測定することはできない。構成が必要である。構成は熱伝体と用いて行うのが一般的である。 熱電体とシックフィラメントの両方について、プローブ温度から想定されるガス温度によって構成を行うことが必要である。また、フィラメントは脆く、炎中に約1時間さらされると破断することが多い。基本的に燃焼や炎に関する研究に主に応用される。ありがとうございます。